はい、皆さんこんにちは。遊び屋こいのぼりです。今回は覚醒した後に強くなるためにやった方がいいこと、やったらいけないことについて触れていきたいと思います。最後までご視聴いただけたらと思います。それではいきます。強くなるためには戦闘忍者のレベルだったり天風解放で強くなるのはもちろんなんですが、攻撃力に関しましてはやはり普段使っているメインまたはサブ武器のステータスが大きく反映されますので注意が必要になります。私は以前武器レベルを上げるということは触れたと思うのですが、無課金、微課金の方のアカウントを確認させていただいたところ、武器の潜在能力の解放ができる精錬があまり育っていない方が多いことに気づきました。もちろん課金している方は精錬について理解できているとなるかもですが、案外後回しにされてしまっている方も多いようです。私の場合はメインは精錬9、サブは精錬8です。何がいいのかと言いますと、精錬6から攻撃力だったり得点アップ、さらにはクールタイムの減少、攻撃力倍率アップ、攻撃回数の増加などが加算されたりします。これはかなり大きいですよね。ただ精錬を上げるためのレンチや同属性 SR 武器が手に入らないということで見て見ぬふりをしてしまいがちなのですが、このゲームは何よりコツコツゲーですので、プレイヤースキルだったりステータスアップのための全体的なレベル上げも含めコツコツ解決できる良心的なゲームです。武器の凸を狙うとなると月額最低限1000円ほどのサブスク契約は強く推奨します。最後に触れたいと思います。認解も上がりやすくなります。話は戻りますが、武器の精錬は武器のレベル上げよりもとてもとても時間も経験値確保も時間がかかります。なのでこれは今日から始めましょう。まず何をすればいいのかと言いますと、白銀宝庫でガチャを引いた際の SR 武器はメイン・サブ武器の属性以外だったら回収で金の骨に変換をしていきましょう。育てる予定がある属性がある場合は異属性であっても保管しておきましょう。異なる属性での SR 武器合成は超もったいないので、今日からやめましょう。今後も新たな武器が出てくるのでめっちゃ後悔すると思います。ちなみに武器回収で金の骨に交換したら40個でレンチ1本と交換できます。精錬経験値10です。ね、とても小さいですよね。そしてスーパーレンチは200個で経験値50です。基本はレンチをコツコツ交換しましょう。習慣で属性 SR 武器も1回だけ交換できますので、メインサブ武器と同属性の場合はもちろんこれを優先的に交換した方がお得です。分かる方だとリセマラの重要性がここでじわじわ理解できていると思います。ぜひ武器回収の際は今回触れた内容の中で交換してみてください。精錬以外に武器突破を目指すのであれば神竜の契約は超超超お得ですので、これだけは契約することを強くお勧めいたします。内容は確認してみてください。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。遊び屋こいのぼりでした。またね。良い一日を。